新北市は台湾北部に位置する中華民国の直轄市。2010年12月25日、台湾省管轄下の台北県から直轄市に昇格し、新北市と解消された。台湾地区最大の人口を有する都市で中華民国の政治的中枢を成す台北市の衛生都市として発展した。そのため、地域は台北市と台北市の外交である。 キールン市の近郊を取り囲む形となっている。日北市は台湾西北部に位置しており、中心地点は石井カリクセキりである。東側はキラン県、南は東園市に接しており、地域の中に台北市及びキールン市が位置している。市内の地勢は起伏に富んでおり、乱用系の支流が市内を流れている外、河川系は 淡水化流域に限定されている。淡水化の支流には、キールン川新見世系、警備系、北勢系、南勢系、古系、山荘和系、大関系などがあり、豊かな流域土壌を形成している。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候に属し、平均最低気温は1月には、摂氏13.9度まで下がる。 なお7月の平均最高気温摂氏34.3度である。古くは主にケタガラン族が居住していた地域で、鳥籠あるいは淡水と呼ばれていた。1875年、チンシュゲルミキにより、台北不設置の西岸がなされ、以来台北と称される。市長省同市道合同生活県道路宿、快速道路現在、日北市には24の大学があり、婦人大学と、 国立台北大学は QS ベスト学生都市ランキングによる二北市の代表的な大学である。高中高専院以下の教育機関は株行政組織を参照のこと。ありがとうございます。